これもさっきよりも大きいですね、ちょっと。だからね、うん、すごい。あと、中吉さんすごいな。あともうなってるのはもうこの毛糸、はい、はい、さっきのサンタカタリーナは全部詰まってギュッと詰まってたんですけど、全部詰まってたね、うん、ただこれも実が、これ前中松さんと訪れた時から実があんまり変わってないですね。そう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 、 太り方が、うんうん、だから これは多分ダメだよって言ったさね、はい、あの時に、はい、変わらんさ、やっぱりそうでしたね、うん、そうですね、あの冬にこれ花が咲いてたんですけれども、これ太らないよっていう風に中吉さんが言ってて、で今4月で暖かくなってきたんですけど、全く太らないっていう感じですね、うん、はい、ほとんど変わってないね。変わってないですね。これすごいですね、ここでかさが、うん、これすごいだからこれからはこれなんかは大丈夫じゃないかなと思ってる、うん、でかいなこれ、あ、これ最近来たやつですか。これまだこんなもんさね、はい、このこれまで短いさ、あれはもう長くなってるさ、はい、長くなってるけど見えほとらん。これはもうまだ最近のやつだから多分太るんじゃないかなと思ってるけど、うんうん、これは太る可能性があるということですね、うんうん、これなんかよ、あったかくなってから出始めたやつだから、はい、サンタカタリーナってあの一般的にブラジルバナナって言われてるやつですよね。なんかいろんな呼ばれ方があるので、だからブラジルシーババナナっていう人もいるし、うん、なんかバナナ本当に相性というか名称というかニックネームというか、なんか本当にいろいろあるので、はい、元株だから、あ、元株だからもうこれ出てきてるさ、はいはい、元株はちっちゃくなるんですか、うん、元株はあのほら一旦形になってから移植するからね、はいはい、それから根付いて、なるほど、これが出るまでに時間がかかるもんだから、はい、結局これなんかもうあの最初からこっちに出てるさ、はいはいはい、だからあんな太くなっていくんだけど、うんうんうん、やっぱり元株ってのは、うんうん、あのあんな人大きくなるっていう、だからそういうことか、これからは大きくなる。なるほどなるほど、うん、移植したばっかりの株っていうのは今もちゃんと太ってなくて、うん、根っこも張られてないから花ができてもちっちゃいんだが、小株はもうちゃんと今も横についてるし、うん、小さい時からもう、うんうん、あの根っこも張ってるし、根っこも張ってるさ、それなりに、うんうん、これは根っこ張ってない、芋だけのやつをボンっていって植えてあるから、はい、多分あのほら この状態で出てくるさ、うんうん、本当だったらもっと大きくなってから出ないといかんけど、はいはい、なるほどですね、確かにそう言われてみるとそうだな、おお勉強になるな、おお、だからいっぱいありますね、品種も、うん、さっき見たあの断層の少ないやつ、はい、あれはほら元株って言ってたね、はい、だから元株だから、はい、こんな小さい内からなってるけど、はい、同じ品種でも、うんうん、ほらまだなってないやつはこれだけ変わるさ、はい、あ、本当だ、はい、本当ですね、うんうんうん、これもええ、あれもええ、あれもええ、はいはい、もう全然変わるさ、本当だ、だから断層も少ないし、うん、まあそこそこ実は太ってるけど、うん、断層も少ないし、あれはもっと断層多くなるはず、はい、実も太って、はいはい、もう小さなものが結構力があるさね、はい、全然力が変わるさ、本当だ、うんうん、ぎっしりしてますね、うん、この後ろのやつなんかも相当、うんうん、太くなる可能性がある、うん、だから多分あれとは実の太さはそんなに変わらんかもしれんけど、うんうんうん、ダンスは多くなる。なるほどですね。あ、確かに勉強になるな。ここも半年前かな、仲良しさんのところに来させてもらった時よりも全然緑が増えてて、変わってるでしょ、すごいですね、一気に大きくなりますね、うん、1年で、あっという間に、もう3月、やっぱり3月ぐらいから動き始めるね、全部出てきてるから、はい、うん、すごいね、前はこんなの全然なかったさね。なかったです。うん。うんうん。すごい。これも、うん、前多分日本は出てた。だけど全然覚えてなかったさ、はい。はいはい。これも動き始めてるし、もう本当だ、どんどん出てくるさね。こまいのがね。はい。しかもまたここの土質もあれですね、なんか粘土っぽいですが、うん、きちんとこう柔らかく
なってて、前あのホルトでやった時、はい、柔らかかったです、うん、そうなんですよ、ここ粘土っぽいですけど実は掘ったらすごい柔らかいんですよね。うん、すごい不思議な土ですよね。 これはちょっと期待してるけど、はい、台風が来なければ、はい、あ、マイソール、うん、マイソールだからこれは、はい、台風が来なければうまくいけば、約束はできないけど、うん、うまくいけば、はい、味は見たらいいさ。これありがとうございます、はい、どうも味見の専門家の僕です。よろしくお願いします。今後とも皆さんよろしくお願いします。味見といえば僕なんでよろしくお願いします。はい、中谷さんありがとうございます。中谷さんありがとうございました。いただきます。どうぞ。一番下、一番下だけ一番下取ってもいいですか。あ、はいはいはい。すいません。ありがとうございます。ちょっと上まで登ろうかな。はい、入るか。入りますね。なんか切りやすいですね。ほう、お、いただきました。味見の分はできるね。ありがとうございます。あ、できます、全然。ありがとうございます。わあ、嬉しい。貴重なバナナをいただけてありがとうございます。これトーマンね。トーマン。あれは、はい、あれは、あれは品種名。トーマンいただきました。あれも取ったらいいさ。ありがとうございます。ちょっとあっちも行きましょう。トーマンゲッツ。品種不明バナナ。行っていいのかな。あ、ここから。あれを取ったあっちにあるの。あ、まだ取ってないです。取ってよ。あ、ありがとうございます。取ってよ。ありがとうございます。取って持ってって食べて。ここもいただきます。はい、ありがとうございます。いただきました。品種不明のバナナ。ありがとうございます。だから品種が何か分かれば一番いいやった。はい。A さんの種。A さん。これめっちゃ美味しそうですね。だからね。おまけがついてる。めっちゃ美味しそう。なんかめっちゃパンパンに膨れ上がってるな。もうこれ他の人見せたら同じもんから取ったと思うはずよ。確かに、うん。そうですね。今年の夏えげつないことになりそうですね。すごいことになりそうですね。台風が来なければ。台風が来なければ。台風が来なければ今年の夏はすごい。だからこれ、はい、これなんかもだから自分は結局この時期のやつはあっちのベジタブルも一緒なんだけど、はい、この時期のやつは種が入らんかどうかって思ってはいるわけさ、はい、入らなければラッキー、はい、確かにこの時期種がもし入るのであればもしかしたらこの時期は作らない方がいいかもしれないとか。だからもう結局あの4月以降のこの顔が出たやつを残してそれ以前に出たやつはこの一番寒い時期に顔が出るやつは来年からはもうやろうかなとカットしようかなと。なるほど。じゃあ今年はちょっと調査そうそうそうしてるんですね、うんうん、なるほど了解です。わ、ありがとうございます。バナナってね大変なんですよね。この繊維がつくとね。ケンヨ、はい、適当でいいよ。あ、うん、すいません。今ネバネバしてるのがあったさ、はいはい、これ取るやつ。おー、ヤニ取り、うん、これちょっとおすすめです。買いましょうね僕も、うんうん、ミストタイプヘッジトリマー芝生バリカン専用クリーナーミストタイプボール。あ、これはカインズとかですか。そうそうそう、は、わかりました、うん、これはあの釜でも何でもあのネバネバしたの取れるから。わかりました。しばらくしたら切れなくなってくるからね。はいはい。だからこれやってボロで拭いてあの今全然ついてなかったさ、はい、これで使ったらこれでやってる。あ、そうなんですね。これいいね。ありがとうございます。教えてくれて。このリトルプリンスいただきました。ありがたいです。え、どんな味がするんでしょうね。楽しみですね。はい、台湾バナナの、うん、あれと違う。これどっちかって言ったらこのブラジルの、はい、ブラジルの、あの背が低いやつだから。あ、はいはいはい、はい、あ、ちょっと酸味があるんですかね、うん、そう言ってた。はい、あ、嬉しい。はい、いかがだったでしょうか。中吉さんの、バナナ栽培の様子とかですね、いろんなバナナの、品種のお話とかですね、ご紹介いただきました。
とても楽しかったと思います。もう今ですね、中吉さんは向こうにちょっと休憩されているんですけれども、ちょっとエンディングと、まあ、オープニングも一人で撮らさせてもらっております。はい、非常にねためになったと思います。はい、僕自身も非常にね楽しかったです。もう本当に立派なバナナがたくさんあってですね、本当驚きがいっぱいありました。でこの動画ね面白いと思った方、ぜひいいねボタンもよろしくお願いいたします。で、まあ、ご紹介いただいたツーさんもですね、動画の方ありますので概要欄の方から見てみてください。ということで本日も最後までありがとうございました。バイバイ。